ラク様が悪いわけではありませんわ。私はそれでも構わないと思ってるんです。そうしなければラク様と結ばれる資格などありませんわ。これからの私は頑張りました。今まで嫌がっていた習い事やお稽古も進んでおけ、ふさわしい言葉遣いと教養を身につけ、ラク様の求める理想の女性へと並んだために邁進したのです。西洋教会シスターシャンテアピニオンです。お前の話は聞いてるよ。教会系列の保護院出身の子なら、私らシスターの娘か妹みたいなもんだ。あの続きがね、できたんだけど。どうしたの？大丈夫？カツラギ。いいよ病人に。知ってる知ってる、新体操部のエース、学園のヒロインってね。そんな、私もいつかレオタードのコスプレをしたいと思ってるんだよね。先輩って呼んでもらえた。え、夏美もレンゲも先輩扱いしないからさ、なんだか新鮮。そうなの、私も最初はね、ちょっと危ない人なのかもって思ってたけど、うんうん、本当に嫌がることはしないし、何より刀師くんになでなでされるとあまりの心地よさに病みつきになってしまうという。なんか悩み事とかじゃない？大丈夫？思い起こせばあの時のポッテは超緊張してたよね。もちろん、ユウたちが関わった今朝の事件についてある。正確には誘っている最中ね。春眠暁を覚えず、やらいに放火の音、一服の茶を喫する青人魚名物塩ココア。